いつもお世話になっております、ゾウさんトラックの通り道です。本日は10月の17日月曜日ということで、新しい1週間が始まりました。今日はその初日の月曜日ってことで、神奈川県でね、ただいま仕事を終わらして、これから埼玉の方にね向かう道中から動画を撮影開始したんですけれども、本日はちょっと話したいなと思うことがありましたもんで、よかったら聞いていただけたらと思います。今日なんですが、仕事として通常業務をねこなして、千葉仕事、関東圏首都圏のね、行き先々でね仕事をこなす内容をしてるんですが、今日はね体調がちょっとねいまいちなんです。というのも前日の夜からなんですが、左耳のね耳たぶの感覚がかなり薄い印象があります。前側はしびれてんのかなと思うような印象で、で耳たぶの裏側が結構感覚がない印象だったりしております。まあ夜寝る前だったんですけどね、夜寝る前に僕ちょっと寝落ちしちゃったんですよ。寝落ちしてしまって椅子で寝てたんですけど、あれ寝ちゃったのかなと思って目が覚めたわけだったんですが、それで耳がねちょっとしびれてる感じあるかなって思ったんです。で寝方がね悪かったかなと、寝相悪くて椅子で寝ちゃったから、まあ、多分椅子で寝ちゃったから時間が一応経過してたところもあったんで、その影響で、まあ、多少ねあの耳が圧迫感あったのかなとも思ったんですけど、その夜のうちで治らなくて、まあ、ずっと痺れが続いてしまっている状態であるんですよ。朝目が覚めても同じような症状で、まあ、変わらずといった感覚で工事してましたね。まあまあ手前でストップで、時間の経過で治るかなとも思ったんですけど、今は昼前、まあ11時になるんですけどね、とりあえずは現状維持で変わらずというような印象ではあります。まあ、もしかしたらこのまんまね治らないのかなとか思っちゃったらちょっと心配なところであるんですよね。なんか調べたらその耳側からね顔にかけてしびれ麻痺がね広がる可能性もあるみたいなことも考えられるかもしれない、顔面麻痺みたいな。ただはっきりした原因がわからないんですよ。わからないままで、苦しいってわけでもないですけどね、苦しい症状であるわけでもないんですけど、気になってしまう部分はありますね。まあ、特にマスクとかね、あの耳にかけた時に左側だけ感覚がない感じで、なんか不思議な印象があってね、自然な、ね、あの当たり前のようにマスクをつける感覚とはちょっといつもと違う印象ですね。どうしてこうなったのかなと自分なりにも考えてみたんですけど、まあそのしびれが出てしまった夜のその日中なんですけど、まあ生放送も含めてね散歩したんですよ。まあ散歩を生放送で結構な長時間やって、でその後も歩いたんですよね。まだ行けると思ってしばらく歩いて、で、まあ駅までたどり着いたんですけど、まあ疲れ果てましたねなんだかんだ、まあ、もしかしたらそういった意味でもね疲労が原因から来てんのかなと、疲労ストレス、まあ、ここ最近は睡眠時間もぼちぼち寝てるっちゃ寝てるんですけどね、まあ、それでもちょっといつもよりは浅い眠りなのかなと、
毎日その6、7、8時間とかがっつり寝るとか、そこまではちょっといけてないかなって思う部分もあって、そういった意味でのストレスとかも原因で、もしかしたら今こういった状況に陥ってんのかもしれないのかなというふうな状況だったり、しております。まあ、自分が心配しているのはここから何日かかけて治っていくのか、それとも悪化していくのかっていうのが心配なところではあるんです。まあここ数日でどういう状況になりそうなのかはね、読めないところもあって、大丈夫なのかなと思って、今自分の中でちょっと心配しちゃってるところもあるんですよ。まあ、今の段階ではね、その耳の部分だけ、耳タブだけで、あの耳の中とか綿棒とかで耳かきとかもたびたびじゃなくて多々やってる部分もあったから、もしかしたらそういう影響で、耳の、周辺がなんか良くなくなってるっていうのもあるのかなって考えられる部分もあったかなと。まあ、それ含めてその発症してしまった日が疲労とかで何らかのね、悪いのが積み重なってしまって今に至ってしまってると。まあ今仕事に関してはね、支障がないから運転とか集中力とかに関しては全然大丈夫なんですけどね。まあそういった面も含めて自分は大丈夫とは思ってても、なんだかんだ体のね、感覚異常としてはシグナルっていうんですかね、やりすぎだよと、そういった面も含めて、まあ、もしかしたら限界が来てるっていうのもあるのかもしれませんね。僕自身は全然いけてるというかね、今日なんかもその前日は歩きまくって疲れたっていうのもあったんですけど、まあ、別にね、足がガクガクとか、もう小鹿のようなガクガクな感じでもないし、眼精疲労に関しても別にそこまででもないというか、まあ昨日に関しては眼精疲労はそうでもないかなとは思いましたけどね。まあ、歩きがメインでしたからね。ここで246をそれて違った道を進んでいきます。左には曲がったんですけどね、この先が駅があるんでね、その影響か自分の進行方向側が渋滞しちゃってます。まあ、今日は246経由で埼玉方面じゃないんですよね。違った道から埼玉に向かっていくと。あまりね、いい道がないんでね、街中を通過してぼちぼち進んでいこうかなと思ってますね。あれ、なんか先頭が全然進まないよ、誰もクラクション鳴らさないよ行った行った。話は少しそれましたけど、まあ、ちょっと心配を煽ってしまうような、ね、話として申し訳なかったところもあるんですけど、まあ、どなたかね、同じような症状がある方がね、もし動画をね見られている方でいらっしゃったら、まあ、コメントとかでね、大丈夫だよとか、まあ、やっぱ病院とかね、早く速攻で行った方がいいとは、そういったアドバイスなどいただけたらね、嬉しく思います。とりあえずは前日の夜からしびれ麻痺が発症して、今に至るまでは特に変化はなし、良くもなってなくて悪化もしてないと。まあ、様子を見つつね、この先も明日明後日ね、なんか改善してくれれば一番嬉しいですけどね。まあ、とりあえずは安静にして、あんまり無理しないように、日常をね、過ごしていきたいかと思ってます。まあ平日の月曜日なんでね、月火水と仕事に明け暮れと、長距離もね、ここ数日はなさそうで、ハードワークもねないかな、地場仕事メインになりますけど、
まあ落ち着いた日常ね過ごして安静にしてね、なんとか回復できたらないいかなと思います。といった小話でしたけどね、動画として形にしてみたいなと思いました。まあこの先もね、運転の仕事をトラックの仕事を続けていけるようにね、まあ、自分の体調管理はねしっかりしてお仕事に励んでいきたいと思います。ご視聴のほどありがとうございました。